The following contest is scheduled for one fall. Introducing first, from Neo Osaka, Hacker Asuka. And their partner, from Neo Osaka, Cyber Naomi. N14J4X, N15J4X, and N16J4X. オーソリティはそれらを大量生産して人々を圧戦に敷くつもりや。うちらがそのテストケースみたいなもんや。あの技で彼女は主導権を握ったんや。あの技を受けて立ち上がった者は少ない。攻撃の後では巻き返すのは難しいやろな。あの攻撃の後では巻き返すのは難しいやろな。そんな簡単に落ちるわけにはいかへんのじゃ。これで流れは彼女の方に行った。あの一撃の音は今でも忘れられへん。
決め技を決めた。待てはホールドから抜け出したんや。ナオミは任務のためだけに働いてるわけちゃうねん。命がかかってたからな。サイバースペースに無力化させられたらフィードバックは。オーソリティはロボット兵を多用するわ。あれは安上がりでかなり強力。ジャックスボッツはありえんほど強かったわ。人間はかなわへんわ。状況が悪化してきたわ。一瞬終わりかと思ったわ。オーソリティはいくら金をかけても政治家を買収しても武器を買い占めてもワテのコーナーに彼女2人がおったら無敵やわ。リングに戻った。彼女らは個人時代から戦ってたわ。うちらの敵はより強大に、より高価なものになったけど、ただ目は何も変わってない。勝つか負けるかい、それだけ。隙をついて一撃を食らわせた。隙をついて一撃を食らわせた。背に腹は帰られへん。あの技は見たことある。どういうもんか体でわかる。いつものブリスやんけ。わてに正々堂々と勝てへんからって金でどうにかできると思ってんの。許せるわけないわ。彼女はまたあれを使った。彼女はあれ使ったの3度目やな。かなり切羽詰まっとったな。戦闘は時にチームワークがものを言うの。まあその他は練習して怒り狂えば大抵なんとかなんねん。これで流れは彼女の方に行った。あの技で彼女は主導権を握ったの。隙をついて一撃を食らわせた。
彼女は決定打を打ったんや。こうなるとあん時あんなにデータ盗まへんかったらよかったわ。うちらの未来を買うために盗んだのにその未来が潰されてもうたわ。まだまだ終わりちゃうんや。聞くべきやったわ。彼女によればオーソリティにはうちらのような八角キッズに対応することもないやろうと。できれば彼女に謝りたいな。これで流れは彼女の方に行ったわ。ジャックス・ボッツのことを最初に聞いたのはうちのパシリの一人の顔を怪我させた時や。あのロボットは彼女を倒したいみたいやったけど、あのパンチやったら逆効果や。あの一撃の音は今でも忘れられへん。この仕事でうちらの人選を最適やったと思うわ。思ったよりことが進んだと思うで。彼女は決定打を打ったの。あの後で何百ものプログラムを葬ってきたのは訳は知ってる。一部のハッカーは金のためやろな。でもナオミハンはハッキング自体の高揚感が目的や。デジタル要塞を完全なまでに叩き潰すのが快感なんやろな。この世界でオーソリティが多勢力を潰してたからな。こっちから一夜報いることができるのは新鮮やったわ。足で戦う方が得意やけど、こっちも悪ないな。彼女は決定打を打ったんや。足の感覚がなくなってきたけど、ワテが立ち続けれる限り蹴り殺したるわ。あの技は見たことある。どういうもんで体でわかる。別に協力したことは少なかったけど、ナオミハンとソーニャのチームワークは抜群やった。あの攻撃の後では巻き返すのは難しいやろな。ジャックスボッツを呆然とさせやったで。もしかしたらこの絶望的な状況から出られるかもしれへんな。